はい、それでは午後の学びに入りたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、このようにしてまた午前中の礼拝のお話をさらに深くまた分かりやすく学ぶそのような機会が与えられましたことを感謝いたします。聖霊様の特別なお導きによりまして、この学びを進めることができますように、どうぞここに助けをお与えください。愛するイエス様の御名を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。はい、それでは今回のテーマは、天国に行けないクリスチャンという、そのようなですね、結構厳粛な内容の、テーマとなっております。で、今回取り扱うお話の中で、結婚についてですね、私たちのこの結婚の概念と、そして、イエス様の当時のユダヤ社会、ユダヤ文化のこの結婚の違いといいますか、そこからですね、まずそのあたりをこう整理しないとですね、どうしても私たちの見方、私たちの日本の文化としての見方で、イエス様のこの、結婚についてのこの例えの投げかけを理解してしまう恐れがありますので、そのあたりをですね、ちょっと整理してみたいと思います。まず私たちがですね、この結婚という概念については、こういう形ですかね。はい、これは結婚式のことですけども、結婚式っていうのはこの夫と妻の婚姻関係を公にすると、そのための儀式であるという概念があるわけですね。はい、結婚式っていうのは、結婚しましたっていうことをもう公にするそのような儀式であるということですね。で、もう一つ大体セットになってますのがこちらの、結婚披露宴というものがありますね。これはその結婚式の、お祝い宴会、お祝いのための宴会という形でですね、披露宴という形で、皆さん共に祝ってですね、飲んで食べて、余興があったりですね、こういうふうにして結婚式と結婚披露宴というのは、同じ一連の流れではあるんですけども、別々のイベントであるという認識が私たちの中にあるかと思うんですね。はい、ですので、こういう感じで流れがあるわけですね。婚姻の結婚式と、そして、それをお祝いする結婚披露宴、婚姻と婚宴というのを分けて私たちも理解しているかと思います。ところがユダヤ文化における婚姻というものは、これは単に結婚式のことを、意味するわけではないという、もっと複雑なところで婚姻に至るということなんですね。で、どういうことかと言いますと、ユダヤ文化の中ではこの婚姻っていうのはまず婚約まで含まれているんですね。で、婚約っていうのは、これは結婚の約束、ね、婚約指輪とか、そういう結婚しようというね、お互いの意思表示と、そういう両方の、私たちで言うんだったらね、両方の両家の親に、その意思を伝えて、そして、みんなで備えていくっていうね、これ期間はそれぞれだと思うんですけども、ユダヤ文化における婚姻はですね、この婚約のエルシンというね、これ写真を見るとですね、こう指輪をこう入れてますけども、この辺りは私たちと同じなんですけども、婚姻っていうのはここからもう始まっているということなんですね。で、例えばそうですね、このエルシンというものはどういう意味があるかっていうと、このユダヤ社会の中では、婚約っていうのは、これもう法的にはですね、この拘束力のある婚約として認められるものであると。そして、婚約という、この婚約関係にあるということは、法的にはすでに夫婦とみなされるという、その違いが あるわけですよね。だから結婚式ではないんですけども、
ね、一応約束の状態なんですけど、これはすでに法的には夫婦とみなされていると。そして、大体このエルーシンの期間がですね、1年間ぐらいかけて、まあ、通常は1年間ぐらいかけてね、準備していくというわけですけど、この準備って、まあ、どういう準備があるかといいますと、まあ、夫の方はですね、この、まあ、妻を迎えるための、まあ、家を整える、まあ、場所を整えたりとかですね、そしてこの妻の方はこの夫に仕えるための、まあ、花嫁修行のようなですね、そのようなそれぞれの役割準備があるということですね。で、1年という期間をかけてそれぞれが準備していく。そして、まあ、ある意味ですね、この準備期間中お互い、まあ、完全な献身と定説とか言われることもあるんですけども、まあ、純潔な身を清く保つ、そのような、純潔な関係性を維持するという、これが求められるということなんですね。逆を言えば、この準備期間中にもし何か不貞行為が見られたときには、婚約が解消される。まあ、これ当たり前のことなんですが、ただユダヤ社会ではこの婚約が解消されることは離婚のようなですね、手続きが必要になるということなんですね。で、実際これが本当であることは、まあ、実はイエス様の父ヨセフ、そして母マリアですね、まあ、エルーシン、この婚約関係にあった中で一度その婚約を解消しそうな出来事が聖書に記録されていると、まあ、そのことがですね、はい、マタイ書の18節から21節の母マリアが身をもっているという事実を知った時のヨセフの、様子ですね。こう書いてあります。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、これがエルーシンのことですね。まあ、婚姻に向けて準備していく、婚約していたが、まだ一緒にならない前だから、エルーシンだから一緒になっていない、まだ一緒に住めないんですよね。エルーシンは聖霊によって身重になったと。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心したと。これがそのエルーシンという婚約期間中に何かもしマリアの不貞行為によって身ごもっているということがもう噂になった時に、彼女はそこに住めなくなったりするわけですよね。場合によってはね、本当に命の危険にさらされたりする。だからヨセフはこのマリアを愛していたので、密かにこのエルーシンを、まあ離縁というのは離婚と同じようなね意味で使われていますけども、まあ、そのことで彼はね、決心して悩んでいた時に主の使いが夢に現れて、心配しないでいいと、これは不貞ではなくて聖霊によるものであると、そしてその男の子を産む、その名をイエスと名付けなさいというね、このようにして聖霊がですね、ヨセフにこのことの成り行きをちゃんと説明して、そしてその中でヨセフは安心してマリアと、まあ、このエルーシンを最後まで進めて、そして、実際にこの結婚関係に到達していくという形なわけですね。はい。このようにしてこのユダヤ文化における、まあ、婚姻というのは、まず婚約のエルーシンから始まるというところを、まあ、頭に入れておく必要があるかと思いますね。で、このエルーシンから始まって、まあ、1年かけて準備していく、ね、まあ、これすでにもう婚姻が始まっているんですけども、2人の、まあ、純潔な関係性がずっとこう証明されることによって、初めて実現可能な結婚であるということなんですね。はい、だからお互いに本当に相手のことを愛しているかどうかっていうのを十分にお互いに確認できる時間がそこにはある、そしてそれが証明されるということですね。そして、このエルーシン1年間かけて、準備していくんですけど、1年経ってで次実際に結婚式に入っていくわけですけども、
この結婚式にあたるものがですね、これが実はニスウィンという、この緑で囲ってあるね、これが正式な婚姻関係にたどり着いたことを証拠立てる儀式であると。ですから水色で囲っているところが、これが準備期間だから婚約ね、エルーシン、そして緑で囲ってあるところが1年間かけて準備してついに、この婚姻関係にたどり着く、結婚式をこれが意味するニスイン、結婚式と結婚披露宴が2つ同時に行われるようなものがこのニスウィンであるということですね。はい、ですので婚姻っていうのを私たち の、ね、あの概念で考えるとちょっとこれ当てはまらなくなってくるわけですね。1年という準備期間がまず必要な婚約期間、ね、それを経て初めてこの婚姻にたどり着けるという、ね、ニスウィンにたどり着けるということで、はい、そして、このニスウィンはですね、家族友人みんな集まって1週間にわたってこれ祝賀されるのが一般的であると言われています。そして、1年間ね、この待ってついにニスウィンにたどり着いたということを証拠立てる一つの重大な儀式があったわけですね。それが何かっていうと、この夫が、新郎ですね、新婦が花嫁を迎えに行くということですね。だから花嫁の家までこの夫が迎えに、花婿が迎えに行くわけですね。そして自分の用意した家に花嫁を連れて帰る、このことをもってニスウィンが始まるわけですね。はい、つまり、まとめてみますと、ニスウィンというのは、1年かけてね、左側のこの、水色で囲った婚約期間エルーシンが1年かけて終わったというね、その終わったという証拠として、この花婿が花嫁をまず迎えに行って、そして自分の家のところにこの花嫁を連れてくると、そこで結婚式と結婚披露宴を兼ねたニスウィンが行われる、ね、ですからニスウィンというのは本当に十分な準備を守り抜いて、ね、そしてこの婚姻関係の完成に至った、それを告げ知らせる重要な儀式であるということですね。でここで初めて夫婦は一緒に住むことができるようになる、一緒に生活始めるということなんですね。1年の準備期間は別々に住んでいるわけ、家も別々ですが、ここで初めて一緒に生活ができるということですね。で実はそのイエス様は、このようなユダヤ文化における、婚約であるね、エルーシンとかね、この結婚と披露宴を兼ね備えたニスウィンとか、こういうユダヤ文化独特の結婚の形によって、天国についてですね、とても重要な教訓をお与えになったと、そしてこれはパウロもまたこのことを理解していたので、パウロがエピソビトへの手紙の中でですね、夫と妻に対しての勧告がそこにあるんですけども、その勧告の中で、その概念が見られるわけですね。ちょっとこれも読んでみたいと思いますね。はい、エペソ5章の22から32。妻たる者よ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして教会がキリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて、夫に仕えるべきであると。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたよう妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。
この奥義は大きい、それはキリストと教会とを指している。パウロは夫と妻のこの勧告に関してキリストと教会の関係を重ねて説明しているということですね。だから夫と妻が結婚するっていうのはこれキリストと教会が結婚することと同じ教訓を含んでいるということなんですね。しかも、十分な準備期間を経て、それぞれがね、夫は妻を迎えるように、家を場所を整える。イエス様も、ね、天国にはあなた方 の, この住む場所を整えに行くと言ってね、でイエス様は天国でその場所を整えてくださっておられる間に、教会はイエス様にふさわしいように、イエス様に仕えるに、ね、花嫁が花婿に仕え、そしてふさわしい、そのような純潔なイエス様にふさわしい純潔な状態がここに書いてありますよね。どういう状態か、シミもシワもその類のものが一切ない、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるということですので、キリストと、この神の残りの教会の結婚の時の状態、ね、イエス様は場所の準備が終え、そして、イエス様の、ね、神の残りの教会はシミもシワもその類のものが一切ない、清くて傷のない栄光の姿の状態になっていなければならない。これが準備であるということですね。二数院というね、ついに準備が終わって、そして実際に結婚して披露宴が、結婚式と披露宴がね、この兼ねてなされる、そのような、婚宴と言われるようなね、その時の状態の教会の姿がここに書いてあるわけですね。この概念を、ね、私たちが頭に置くときにですね、こういうことが言えるかと思うんですね。ユダヤ文化における夫と妻の婚約期間中のエルーシン、これ準備期間と言いましたけども、これは、もし教会にこれを当てはめるんだったら、イエス様と個人的に契約関係にあるクリスチャンが一人一人また集まっていく場所、ね、そこは教会となるわけですけども、そこには複数の契約関係にあるクリスチャンがね、神の契約者がいるわけですね。で、その人たちが集まる場所が教会となるわけですね。で、その婚約期間中、つまり、イエス様が場所を整えて迎えに来られるまでのその間、清く健全な教えがその教会になされているか、ね、そして霊的な定説を守れるかどうかですね、そのようなことが試されている準備期間が実は今であるということですね。はい。で、この準備をさせることが伝道者パウロの役割でもあったということで、彼はね、コリント第2、11章2節に、このようなことを書いてるわけですね。私は神の熱情を持ってあなた方を熱愛している、これコリント教会の信徒に対してね、あなた方を清い乙女として、ね、清い乙女ですから、このキリストの花嫁として、ですからこれコリント教会のことですよね。あなた方って書いてあるから一人じゃなくて、一人一人が神の契約者として集まるコリント教会を清い乙女として、ただ一人の男子キリストに捧げるために婚約させたと書いてあります。だからイエス様の花嫁にふさわしくなれるようにコリント教会を、ね、イエス様に捧げる教会として彼は今働きかけているわけですね。はい。ですので、パウロのこの福音宣教によって、コリント教会は整えられて、でそこからまずイエス様との婚約関係に入って、そしてずっと、ね、最終的にイエス様のこの、妻となれるようにですね、ふさわしくなれるように備えていく、
婚約期間中、これはエルシンの状態にあったということですね。しかしパウロは一つ心配事があったというんですね。それが何かというと、まあ、パウロは伝道旅行をしていきますので、まあ、そこ一つの場所にとどまらないわけですね。まあ、次から次に開拓していくわけですけども、パウロが去った後に、違う教えが入ってくる教会にね、まあ、これ偽教師と言われている人たちがねいて、不健全な教えですね。まあ、当時は信仰による義をパウロは教えていたんですけども、またそれを行いによる義に引き戻そうとするようなね、まあ、そういう偽教師と言われている人たちがいて、そういう不健全な教えが教会に入ることによって、そしてこの教会が霊的な意味でまあ、イエス様に対してのね霊的定説を守れなくなることがパウロの心配事だったということなんですね。で、実際にその影響を受けてしまってですね、まあ、ガラテヤ教会とかもそうなんですけども、偽教師の影響によって、パウロのことをこの信頼しなくなってね、例えば人としてのパウロは人としての権威がないんじゃないかとかね、また遠くから手紙をこう送ってそれでコントロールしようとしているとかね、まあ、そういう党派心っていうのがね教会の中に起きるようになっていくわけですね。だからそういうことをパウロは恐れていた、まあ、心配していたということね。まあ、そのことがコリント第2の11章の3節に書いてありますね。ただ恐れるのはエヴァが蛇の悪巧みで誘惑されたようにあなた方の思いが汚されてキリストに対する純情と貞操とを失いはしないかということであると。これは実は背後で、まあ、サタンが働きかけているわけですよ。こういう教会に混乱を持ち込んで、まあ、準備をさせない、イエス様の花嫁としての準備をさせないようにする、これサタンが関わっているわけですよね。まあ、つまりサタンはこの婚約破棄、エルシンを途中で破棄、まあ、破綻させると言いますか、これがサタンの目論みであって、そのためにいろんな教えを教会の中に混ぜ入れて準備させないようにして、最終的にイエス様にふさわしくない教会にしようとしているわけですね。はい、でこれは実はいつの時代の教会にもあり得ることで、まあ、実際神様の教会はいつの時代もですね問題だらけ、この使徒行伝のね記録を見ても分かりますけども、ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの間でいつも何か問題が起きてたりですね、まあ、パウロのあの手紙のテーマはほとんどこういう問題に対処する内容になってますけども、このようにして、まあ、パウロはですねサタンが婚約破棄をさせようと働きかけるのをまた正しい方向に導こうとする、ね、健全な教えに導こうとする、これが使徒パウロの働きであったということですね。実際に、まあ、こういうことに警告を発しているのが使徒行伝の20章29節32節ですね。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。またあなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから目を覚ましていなさい。そして私が3年の間夜も昼も涙を持ってあなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。ここに御言葉にはあなた方の徳を立て性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力があると書いてありますね。御国という言葉が出てきますが、実は聖書の中にはこの、まあ、御国というのは天国ですけどね、まあ、この天国と教会との特別なこの関係、まあ、独特の概念がここにあるわけですね。でどういう概念かと言いますと、まあ、天国といえばですね、
まあ、その天国の都に新しいエルサレムというね、まあ、新エルサレムという言葉が黙示録に出てくるんですけども、実はこの天国にある新しいエルサレムというのは地上の神の教会の最終形態であるという概念ですね。だから天国というのは単なる国じゃなくて、これは教会の最終形態でもあるということなんですね。だからつながりがあるんですよ、ね、地上の教会が天に構成されていく、それが新しい新エルサレムであるということですね。そして、まあ、つまりイエス様が地上の教会と結婚して、そして一緒になって、まあ、イエス様と住める状態になった、まあ、準備が終わって清められたあの教会の最終的な姿が新しいエルサレムであるということなんですね。で、このことが黙示録の中に描写されているわけですね。黙示録の6節7節ですね。ちょっとこれ見ていきましょう。私はまた大群衆の声、多くの水の音、また激しい雷鳴のようなものを聞いた。それはこう言った。ハレルヤ、全能者にして主なる我らの神は王なる支配者であられる。私たちは喜び楽しみ神を崇め祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからであると、ここに子羊の婚姻の時が来たと書いてありますけども、これは何のタイミングを言ってるか、婚約を意味するエルーシンであるか、それとも結婚と披露宴を兼ねたニスウィンであるか、今私たちはねこれらを学んできたわけですので、子羊の婚姻の時っていうのはこれですよね。ニスウィンのことであるということですね。だからもう十分な準備、1年、ユダヤ文化で言うんだったら1年という十分な準備を経て、そして、花婿が花嫁を迎えに来て、そして自分の家に連れて帰ったそのタイミング、連れて帰るタイミングのことを言っていますね。で、イエス様が夫であるならば、妻である教会を迎えに来る場所はどこかというと地上に迎えに来るわけですよ、ね、で、夫の家は天にありますから、天国に連れて帰るために地上に迎えに来るというね、これがニスウィンのことなんですが、実はこれ再臨のことなんですよね。はい、ですからそれぞれイエス様は場所の準備をして、私たちは、イエス様のこの教会がふさわしくなるようにまた備えて準備していくということでもあるかと思いますね。はい、でここにまた花嫁はその用意をしたと書いてあるのでね、まあ、準備ができてイエス様が迎えに来られて、まあ、新エルサレムとしてイエス様と一緒に永遠に至る、こういう概念がここに投げかけられているわけですけども、まさに再臨、ニスウィンをこれは表しているわけですけども、ちょうど黙示録の中にですね、まあ、この、準備が終わった教会、まあ、花嫁の状態が書いてある、黙示録の19章8節、彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は生徒たちの正しい行いである。ここに生徒たちの正しい行い、これが何を表すかというと、十分な準備期間を経て、まあ、イエス様とのこの婚約関係がついにニスウィンに至った神の残りの教会の状態は、生徒たちの正しい行いが見られる、まあ、証拠があるということですね。で、これは聖書で言うところの正しい行いというのは、これイエス様のような、まあ、高潔なご品性を反映しているということを意味しています。まあ、それによってのみこれは実現可能であると、まあ、自分たちの行いではなくて、聖霊に由来する、ね、イエス様の高潔なご品性を反映することによって、正しい
ね、生徒たちの正しい行いというのは実現可能であるということなんですね。はい、つまりイエス様に似ているという証拠がここに見られるということなんですね。で、実際にそのイエス様に似る、まあ、生徒たちってここに書いてありますけども、こういう生徒たちがなぜイエス様に似ているか、まあ、そのことについて黙示録14章の12節には、ね、こう書いてあるんです。神のここに神の戒めを守れる生徒たち、それはイエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると、ね、これはあの禁帝訳聖書の訳ちょっと書き忘れましたけどね、口語訳聖書ではイエスを信じる信仰となってますけども、禁帝訳聖書は、フェイスオブジーザスとなってますから、イエスの信仰となってますね。イエスの信仰を持ち続ける、つまりまず準備期間のエルシンから始めて、そして最終的に再臨のニスウィンに至るまで純潔を守り抜いた生徒たちの姿がここにあって、そして、この彼らの、まあ、神の戒めを守れる彼らの信仰はイエスの信仰であると、ね、で、このイエスの信仰というものがどういうものであるか、これは信仰によって聖霊の内住を持続し続ける、これイエス様の地上での地上生活がそういう状態でした。信仰によって聖霊の内住を持続し続ける、ね、そしてその結果父なる神様の御前に従順に戒めを守りつつ正しい人生を歩む、まあ、正しい行いと先ほどありましたけども、それを実現可能にするのがイエスの信仰であるということですね。はい、そしてここで書いてある、まあ、このような生徒たちが、まあ、先ほどのね、この地上の準備ができた神の残りの教会の生徒たち、ね、その行いが正しいと言われる生徒たち14万4千と言われる人たちの状態ですね、まあ、彼らは、この神の残りの教会を構成するものであって、そして彼らは14万4千と、これ性別された人たちなんですね。そして、彼らは生きて再臨を迎える人たちであって、各時代の神の契約者たちが復活してくるときに、まあ、彼らと共に御国を受け継ぐ、御国っていうのは最終的な神の教会を構成していくということですね。もちろんこれは天にありますね、新しい新エルサレムになりますけども、そしてそこでイエス様と、ね、永遠に一緒にいる、この結婚婚姻関係が永遠にそこでもう定められて永遠に至るということですね、はい、でこういう概念をイエス様はご自分と教会の結婚という形、まあ、こういう例えを通して、まあ、象徴的に表現されておられたわけですね。はい、黙示録21章にもこのことが出てきますね。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまい、しまった。また溝から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から、ま、涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠である。特にこの、ね、見よ、私は全てのものを新たにするというね、新エルサレムにおいて、ここでイエス様とのもう結婚が永遠のものとなって、全てが新しく作られていくわけですね。で、特に一番最後、書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠であると、私たちからするとそういうことをね、信仰によってつかまないと、これ
夢物語で終わってしまったらね、何にもこの備えることができないじゃないですか。例えば本当にこの人と結婚するんだって、婚約期間中の人が本当にこの人と結婚するんだっていうことをちゃんと自覚していないと、信じていないと備えないじゃないですか。それと同じですよね。ここに書いてある、これらの言葉は信ずべきであり誠であるっていうこの、神様の言葉を本当に信じている人たちだけが備えることができるんですよ、ね、はい。でそれを信じていない人は、まあ、頭の中でしかこれ理解してない人とかね、そういう人いつまでたってもこの婚約期間中にふさわしいものとして作り変えられることを望まないし、ね、それに取り組まないわけですよね、はい。でもサタンはそのようにさせたいわけですよね。実際にイエス様の花嫁としてふさわしい状態にならないように、備えさせないように常に働きかけているのがサタンであると、教会の中にですよね、はい。私たちはこのことを信じるならばその備えができるわけです、ね、実際に実は全てのクリスチャンが今その婚約期間中にあって、そしてここに招かれているわけですね。この最終的な、イエス様とそして教会の最終形態である新エルサレムの結婚というね、ここに招かれているわけです、私たちはね、はい。そのことを宣言しているのが黙示録19章9節。それから御使いは私に言った。書き記せ、子羊の婚宴に招かれた者は幸いである。また私に言った、これらは神の真実の言葉である。ここには子羊の婚宴に招かれた者、つまりこの概念を知って、そしてそのことを信じて準備している人たち、幸いであると書いてあるわけですね。でこれは信じべきであって、ね、神の真実の言葉であるってここにも書いてあるので、このことを信じて準備するということはとても大切なことであるということですね。ですので、私たちはね、この天国への招きというものをどれほど光栄なことだと思っているかどうか、しかし、サタンはね、やはり私たちに備えさせたくないので、違う状態に常に私たちを導こうとしているわけですね。現にですね、実際自分たちの教会こそ、神の残りの教会だと主張する、そういう多くのクリスチャンがいるわけですけども、しかし、実際はイエスの信仰を持っていないためにイエス様に全く似ていないという状態であるにもかかわらず、自分たちは安息日を守っているので、だから必ず天国に行けると思い込んでいる人たちがいるということですね。しかし、このイエスの信仰が欠落している状態、つまり聖霊が内住できないような、そういう霊的な状態、このことをイエス様はある例え話によって描写されたということですね。それがマタイ25章の1節から12節までですね。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の5人は白が浅く、5人は白深いものであった。白の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし白深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが白の浅い女たちが白深い女たちに言った。
あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると白深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えてはっきり言うが、私はあなた方を知らないと言った。ここではその油はこれ聖霊をね意味するんですけども、聖霊が内住できないような状態、備えていなかったということね。白の浅いものと白の深いものの違いというのは、聖霊が内住できるかできないかという状態の違いがあるわけですね。そしてこれはイエスの信仰の欠落によって起こることであるということですね。ところが、多くのクリスチャンはですね、この白浅い乙女のように安息日に教会に行ってさえすれば自分たちはもう十分油も持ってるし間に合うと思っているわけですよね。はい、そのようにして、サタンは、全く違う安心させるようなね、いわば子守歌のようにですね、耳に優しい教えをですね、教会の中にこう氾濫させているということかと思いますね。はい、またサタンはですね、こういうふうに働きかけてくる中で、まさにですね、このどこに目を向けるべきか、今このように新エルサレムに、私たち天国に心を向けるべきか、それとも地上のことに目を向けるべきか、ね、でも実際は多くのクリスチャンがですね、地上のことにこう心がとらわれている状態であるということですね。でまたそのことをイエス様はある例えによって表現された、描写された。それがマタイの22章の1節7節ですね。天国は一人の王がその王子のために婚宴を催すようなものであると。王はそのしもべたちを使わせてこの婚宴に招かれていた人たちを呼ばせたが、その人たちは来ようとはしなかった。そこでまた他のしもべたちを使わせていった。招かれた人たちに言いなさい、食事の用意ができました。牛も肥えた獣もほふられて、すべての用意ができました。さあ婚宴においでください。しかし彼らは知らぬ顔をして、一人は自分の畑に、一人は自分の商売に出て行き、また他の人々はこのしもべたちを捕まえて侮辱を加えた上殺してしまった。そこで王は立腹し、軍隊を送ってそれらの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払ったとありますが、ここでもちろんこの天国をね、イエス様が結婚のこの婚宴によって今表そうとしているわけですけども、一人の王、父なる神様が王子イエス様のために婚宴を催す。この婚宴というのは新エルサレムとの結婚に関するものですね。そして、これは先ほど言った結婚式と披露宴を兼ねた日数院というね、その時にその婚宴に招かれていた人たちがいると。これは誰かというと、聖書を通してイエス・キリストの再臨と、そして天国についての概念を持ったクリスチャンたちのことですね。これ招かれた人たちなんですが、その人たち来ようとしなかったっていうのはなぜかっていうと、行きたくなかったっていうんですよ。行きたくなかった。なぜかっていうと、何やってるかっていうと、ね、なんで行きたくないかっていうと、彼らは知らぬ顔って、だからできました、用意ができましたから婚宴に来てください、おいでくださいって言ったけど、知らぬ顔っていうのは聞こえなかったふりですよね。だからサイリンが、その足音が今聞こえているにもかかわらず見ないふりね。だから来てほしくないんですよね、サイリンが。なぜかっていうと、やりたいことがある。何か自分の畑に行ったっていうのは、自分の仕事のことにしか今興味がない、ね、だから自分の商売もそうですよね。でもこれらって
全部地上に属するものですよね。地上の宝を蓄えることですよね。そのことにしか、まあ、目に見えることにしか興味がない状態であると、ね、それどころかその神の裁きの到来を告げ知らせるしもべたちを捕まえて侮辱して殺す、そのような状態であると、ね、そしたら王は立腹して軍隊を送って、まあ、この者どもを滅ぼした、その町を焼き払ったとあります。これ実はですね、間もなく今ここに記されてあることは現実に起こるわけです。まあ、実際にここに出てくる人たちは、まあ、婚宴に招かれた人たちであったので、本来は神の契約者というクリスチャンのはずなんですよね。招かれているから、ね、だけど彼らの心関心事っていうのは天国じゃなくて地上にあったわけですね。自分の地上の宝にしか興味がなかったということね。それどころか、まあ、サタンはね、こういう地上に目を向けさせて、そして備えさせない、イエス様の花嫁としてふさわしいように備えさせない、まあ、偽りの教え、まあ、バビロンの教えですね、非聖書的な教えによって霊的に、定説を守れないようにしていくこと、ね、例えば日曜礼拝に固執することによって創造主を認めない、ね、そのようなことに、多くのクリスチャンを導いているわけですね。そして、ここに、ね、まあ、おいでくださいというね、しもべが、ね、こう送られてくるわけですけども、これってある意味間もなく、ね、準備が整った神の残りの教会の者たち、まあ、14万4千がですね、バビロンにいる人たちに対して、まあ、そこから出てきなさいと、もう神の裁きが近い、もういよいよ神の刑罰が下るからそこから出てきなさいという黙示録18章のね、そのような描写がありますね。18章の2節3節ちょっとこれ読んでみましょうね。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の姦淫に対する激しい怒りのブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女と姦淫を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからであると。でこの後にですね、ちょっとまだここに書いてないんですけども、私の民を彼女から離れ去ってその罰に預からないようにせよというね、そのことが続くわけですね。だからこれが準備ができましたっていうことなんですが、それに応じないで、そしてかえってその神様から使わされたものを殺そうとするね、これが安息日を守ることによって神様のしもべである最後の収穫を手伝っている人たちに対して彼らの命を取ろうとする、ね、死の法令を発することによってついに王が立腹して軍隊を送るとありました。これが最後の7つの災害によって地上が壊滅状態に陥るという、まあ、この事実をここで表しているわけですね。しかしそのような聖書はそのようなところに警告を与えているにもかかわらず、さもイエス様の再臨なんてまだまだ先のことだと、ね、もっと地上を私たちは楽しむことができる、それは私たちの努力で可能だと、ね、そのようにサタンが働きかけている、これが SDGs なんですよね。だから SDGs ってイエス様の再臨を拒絶する教えなんですよね。聖書はこの世は終わるって言ってるんですよ、ね、で7つの災害によってついに神様はこの地上に刑罰を下される、地上はかつてなかったほどの地震を経験して、そして3つに裂かれて都が倒れるとね、そのように書いてあるにもかかわらず自分たちの努力でこの地上は持続可能であると、真っ向からイエス様の再臨に来てほしくないっていう精神がこの SDGs なんですがね、まあ、教会聖書を知らない人がそこにね、
傾倒していくのはまだ分かるんですよ。知らないから、聖書の予言をね。だけどクリスチャンが教会内でこのことを叫んで、そしてそのためにどうしたらよいか、日曜日を、ね、休業させて、全ての産業を停止させて、そしてそのことで環境に配慮しようという形でこれを推し進めていくときに、イエス様の再臨をどけることになるわけですね。これが招かれているにもかかわらず知らぬふりをしてっていうのはこういう状態だと思いますね、はい、で実際にこういうことにこう熱中していると再臨の方がおとぎ話のように見えてくるんですよ、ね、持続可能の方が本当に可能のように見えて、再臨の方がおとぎ話のように見えてくるね。まあ、このことについての警告がね、ここに書いてあるわけです。初代文集の中にね。サタンは審判と恩恵期間の終わりに関する大事件をはるか遠い将来のことのように多くの人々に考えさせていた。これまさに SDGs のことですよね。定められた時の経過は彼らを試み証明したのであって、非常に多くのものが測られてその量が足りないことが明らかになった、まあ、つまり準備期間、ね、エルーシン の, あの婚約の準備期間ふさわしいものになっていなかった、量が足りなかったというそういうことですね。彼らはキリスト者であると大声で主張していたが、名目的なクリスチャンであったが、ほとんどあらゆる点においてキリストに従っていなかったのである。何に従っていたかというと、地上のことに一生懸命になるサタンの教えに従っていた。サタンはイエスの弟子と称する人々の状態、まあ、そのように地上のことに魂がつなぎ止められていて、天に信仰の目を全く向けない人々の状態に狂気したって書いてあるんですね。サタンは彼らを彼の罠に捉えていた。彼は大部分のものをまっすぐな道から離れさせていた。これ初代文集ですから本当に1800年代に書かれたことですよね。ここに書いてある通りになってませんか。今実際そういう状態になってるかと思うんですね。だからこそ私たちは今どこに目を向けるべきか、非常に厳粛なことではないかと思うわけですよね。はい、それは天に目を向けるべきか、それとも地上に目を向けるべきか。でも聖書は何て言ってるか、天に目を向けよう、そして備えようと言ってます。地上は壊滅状態に陥ると聖書は予言しています。私たちは信仰によって新エルサレムに目を注ぐべきなんですね。そしてそこに備えていく、まさに子羊のこの婚宴なる二水の結婚式に私たちは招かれて、そしてそこに至るまでにふさわしいものになれるかなれないかという、そのようなタイムリミットが今あるわけです、ね、そのタイムリミットをどのように用いるべきか、何に私たちが今一番興味があるかです。自己実現か、それとも天国に宝を蓄えることか、そのことをね今回考えたいと思います。ぜひ私たちはですね、お互いこのニスウィンの結婚式に招かれたものとして、そして全力でこの十王門線一人になりたいと、ね、それを実現してくださるのはもちろん大祭司イエス・キリストがその取りなしのお働きをしておられる間に、私たちはそれを求めて、そしてイエスの信仰を得ることによって、聖霊の内住を継続することによってイエス様に似るものとなることができると聖書は教えています。私はそれを信じています。そして、自我との戦いは絶えませんけれども、時には負けてしまうこともありますけれども、それでも諦めないで立ち上がって、そこを目指してまた一歩一歩進んでいきたいと思います。これがイエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐と言われるものですね。そのような根拠は私にはありませんけども、イエス様がそれを望んでおられること、そしてそのための力の源はイエス様の全ての十字架の功績と、そして今の大祭司のお働きにあるということを、ぜひこのことを覚えて、そして、新エルサレムを目指して共に歩んでいきたいと思います。
はい、それでは学びを閉じるにあたり一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、今朝は今回はまた、ユダヤ文化における結婚について、皆さんと深く考え、十分な準備を持ってふさわしくなるものだけが最終的に婚姻関係に至るということを学びました。すなわち、イエス様が今場所を整えておられ、場所の準備ができたら私たちを迎えに来てくださる。それまでに私たちもふさわしく、シミも傷もシワもその類の一切ないような清くて神の栄光を表す教会の状態に至らなければならないということを学びました。そのためにはイエス様の信仰が必要であります。しかし大祭司イエス様は惜しみなくイエスの信仰を私たちに与えてくださり、そして聖霊様をもって私たちの魂をご自分の御形に作り変えてくださるというこの神の契約を信じて、日々の生活でこれを実践していきたいと望んでおります。あなた様が望まれるようにしもべたちをお使わしくださり、また清めてお持ちくださるようにお願いいたします。この祈りを感謝して愛する救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。